停します。新カリオン E5、はやぶさ。はい、どうも、おもちゃんねるんでーす。さあ、皆さん、シンカリオンね、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。いやーもうね、だんだんね、話も面白くなってきて、来週あたりは N700A がね、登場するんですかね。この先ね、どんな機体が出てくるのか、本当に楽しみです。で、このね、シンカリオンね、うちの息子もね、本当にね、大好きで、特に、この E5 ハヤブサがね、本当にお気に入りです。まあ、僕はE7 輝き派なんですけども、皆様ね、どの機体が好きなんでしょうか。で、今回はね、ちょっとね、僕のね、息子の誕生日ということで、はい、もう、いきなりですがね、こちらお見せしちゃいましょう。じゃじゃーんと。はい、シンカリオン好きのね、うちの子のためにね、ちょっと、誕生日ケーキをね、特注で注文してみました。お店はね、秋田県にある小国ストアというところでね、注文しました。で、これシンカリオンのね、ケーキを注文したんですけども、値段がね、確かね、1万円かな。めちゃめちゃしたんですよね。誕生日ケーキ1万円で、僕ね、もう小さい頃そんなことしてもらったことなくて、もううちのね、息子さんも超羨ましいです。で、せっかくもね、これだけね、ちょっとお金をね、かけて作っていただいたケーキなんで、ちょっとどんなものになってるのかね、ぜひちょっとね、皆さんに動画でね、お伝えしたくてね、今回はね、ちょっと初めてのケーキレビューをね、させていただきます。まあ、食べはしないんですけどね。まあ、どれほどのね、クオリティなのかね、非常に楽しみなんで。ではではね、早速ね、見てまいりましょう。まずね、外箱はまあ、そんなに見る必要はないと思うんですけど、至ってね、こう、ケーキのね、絵とか書いてある、普通のね、ケーキの箱ですね。大きさも多分ね、普通ぐらいの大きさかな。何号とかちょっと専門的な大きさはわかんないですけど、まあまあ、標準的な箱だと思います。さあ、では、ちょっと、見ていきますか。あ、いきなり見えてるけど、おぉ、すげえ、僕今ちょっとね見えてるんですが、めっちゃかっこいい絵が描いてある。で、わすげえ、ハヤブサいてるやん。何これ、わあやば。そうなんや、すーごい。おー、じゃあ出しますね。ちょっと見てみますね。これね、まだ息子知らないんですよ。だから動画出るのは誕生日が終わってからです。ではでは見ていきましょう。おー、あーすーげえ、やーべ、何これ、すごい出来いいね。これが1万円のケーキか。すごいな、立体的なハヤブサ乗っちゃってますね。で、これは E5 系ですよね。 H5 ではなく E5 系です。誕生日が3月のね26日で、確かそれがね、北海道新幹線の開通日だったと思うんですけど、今回はね、大好きな E5 系ですね。で、ちょっと絵がどうやって見せたらいいかな。めっちゃリアルに描いてあるんですよ。まあ、斜めにするわけにいかないんで、ちょっと上からになりますが、はい、ここにね、ちょっとだけ切っても大丈夫かな。はい、こんな感じでシンカリオンの絵がね、上半身なんですよね。めっちゃしっかりと描いてくれてます。めっちゃかっこいいですね。おー、ちょっとこうぷくっとね、膨れてはいるんですけども、ちょっとこう衝撃波みたいなのがね、ギザギザでね、描かれていて、めっちゃリアル。おー、うまいな、これ絵描いた人。お菓子でよくこの絵描けますよね、すごいな。多分、チョコレートとか砂糖でね、多分描かれてるんだと思うんですけど、いやー、かっこいいね、本当に。で、ここにね、名前ちゃんと入れてくれます。うちの息子の名前ね、はるきくんって言うんですけど、はるきくん、ハッピーバースデー。ありがとうございます。そして、うちの息子さん、おめでとう。で、なんといっても、このオブジェって言っていいのかな？すごい、E5系の、超立体的な、このね、形的にはプラレールに近い形なんだと思うんですけど、大きさ的にもそうかな。なかなかしっかりとしたね、形が作られていて、おはは。これちょっと連結パーツとかね、上にスイッチついてたらめっちゃ面白かったんですけど、さすがにね、そこをリアルにしてしまうと逆に安っぽくなっちゃうかな。何でできてるんでしょうね、まだ食べれないんでね。まあ砂糖で、中がスポンジとかだと思うんですが、いやー、しっかりと作ってくれてますね。いやいや、本当にすげえ。まあケーキレビューといっても形しかちょっとお見せすることはできないんですが、まあ味もね、多分間違いないと思います。結構なんか人気のある店みたいなんで、ぜひちょっとね、気になった方はこの小国ストアさんですかね、ぜひね、そちらで注文してみてください。僕ね、オンラインショップで注文させていただいたんで、リンクの方は一応ね、下に貼っておきます。ぜひね、そちらから気になる方はね、覗いてみてください。じゃあちょっとね、せっかくなんで並べるのも忘れてましたね。よいしょ、どうすればいいんやろこれ。あ、上半身外そう。はい、これで出来の良さ分かりますかね。こんな感じです。
ちょっと比較とかこういうのでしたことないんで難しいんですけど、あの窓とかね、こっち塗られてる分ね、クオリティ面ではケーキの方が高いかもしれない。見かけかっこいいですよね。おお、いいねいいね、本当にいいですよね。まあ、僕のこの頼んだ絵と新幹線のね、オブジェ付きのタイプはね、1万円するんですけど、絵だけだとね、ひょっとしたらね、安いかもしれないんで、ぜひね、ホームページとかね、見てみてください。あ、プラレールの大きさを比べようと思ったら、これを車両にすればいいんでね、ちょっとやっておきましょう。はい、これで OK。はい、車両自体はこんな感じです。大きさ的には本当に同じぐらいですね。高さも横から見てみると同じぐらいなんで、本当にあのプラレールのね、車両がそのまま乗ってるようなイメージです。ぜひね、参考にしてみてください。はい、ということで今回はうちのね、息子がちょっと誕生日ということで、今年は奮発して新カリオのね、ケーキオーダーメイドで作っていただきました。いや本当にね、あのね、誕生日ね、喜んでくれるとね、嬉しいんで、これをね、見せる時がね、本当非常に楽しみです。まあ先ほども言いましたがね、少しね、ちょっとね、お値段はするんですけど、きっとね、お子さんとかね、本当喜んでくれると思うんでね、ぜひ気になった方はホームページの方ね、見てみてください。ではでは、今回はこの辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやインスタもやってるんで、そちらのフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いしましょう。ではでは、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。